今は肩を回します。前から後ろに、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 肘から後ろに、肘から後ろに、その時に脇はなるべく一緒に行かないように持っておきましょう。肘から後ろ、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 手の先から後ろに、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 背負いをしているような感じで、後ろに体がついていかないように、肩を今度前に、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 反対側、前に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 、肘から後ろに、後ろから前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 に、反対側、あと2回、あと2回、前に、後ろから大きく手を回して、反対側、大きく回して、大きく回しましょう。今度は後ろに、後ろに膝を一緒に曲げて、前に、前に、後ろに、後ろに、前に、前に、この両方一緒に大きく、体も使って大きく。